働き始めて、もう9年目か、9年目なんだ。もうすぐで10年。10年一昔しちゃうから、俺の老けたもんだ。でも結構若いだろ。よくわかんねえ。それで、何が言いたいかっていうと、働く人間にとって一番大切なのは、愛している人からの優しい言葉だったり、心の安らぎだったり、そういったものが働きが大人になっていけばなっていく、とっても大切になってくる。まだ働いてない人たちが、いや社会に出てない君たちがたくさんの夢を見るべきだと思うし、いや別に人生のことを解いてるわけじゃないんだ、勘違いしないでくれ。俺は10代の代弁者じゃもうねえんだ。なってもいいけどよ。まあどっちでもいいや。とにかくもし君たちが働くようになって、そしたら思い出してくれ。俺みたいな男はこんな歌を歌っていたって。そしたらその歌の中から飛び出して、あんたにキスしてやるよ。ワン、ツー、ワン、ツー、セーファー。